私のコーヒーカップはよく喋る。コーヒーの粉末をスプーン2杯分入れ、お湯を注ぐと。ただいま。漫画のセリフみたいにして話しかけてくる。疲れた。基本的にコーヒーカップは口が悪い。優しい言葉をかけてほしいときにはミルクを入れてカフェオレにするといい。ありがとう。さらに砂糖を入れると甘えさせてもくれる。本当大変だったんだから。コーヒーカップと過ごす時間が私はとても好きだった。コーヒーカップの生態についてもう少しだけ。テスト前の夜はだいたい意地悪でも砂糖を入れれば応援してくれる。ありがとう。口が悪い割に意外とビビリな一面もある。ビビリ。そして怒りんぼ。怒らせすぎると中のコーヒーも熱くなるので注意が必要である。あっち。ちゃんと消しましたよ。え、明日ですか？テントに下がりたい。これがいいかな。こっちの方が好みかな。これだったりして。ゼミ。ちょっと見えない。ちょっと見せてよ。その夜はとても冷えた。鍵。一番の冷え込みです。帰ってくるなり夜間を火にかけコーヒーを作ると、いつもより盛大な湯気が私を包み眼鏡を曇らせた。コーヒーカップを両手でくるみながら、今日は寒かったねと私が言うと、コーヒーカップも私と一緒で冷え性なのだ。そこで私はそうだ、お風呂の中でコーヒーを飲むことにした。コーヒーカップの取っ手を肩までお湯につけてあげると、とふやけた文字を湯気に浮かべた。私が体をほぐす間、コーヒーカップは知らない曲を2番まで歌った。お風呂から上がった後は生姜をたっぷりと入れたジンジャーティーだ。寒い日はこれに限ると、何かの雑誌に書いてあったのをふと思い出したのだ。はあ、冷え性に効くらしいんだよね、と言いながらスプーンをかき回していると、生姜を入れた分いつもよりさらに辛口だ。その質問を無視して私はコーヒーカップに口をつけて一口すすった。すると、その一言に烈火のごとく怒った私はコーヒーカップの中身を台所にぶちまけると、そのまま冷たい水でつけ置き洗いの刑に処した。怒りながらも私は今年の誕生日はミルクと砂糖をたっぷりと入れたコーヒーを飲みながらコーヒーカップと一緒に過ごすのも悪くないなと思っていた。